女性が嬉しい男側の星が掛け合いになりますけど、男は男がこう言いそうだなっていう感じで歌ってました。女性はまあ女の歌がいつもいいので女性が苦労はないんですけど、そんなところがちょっとした気分だったでしょうか。今日はですね、今12時ぐらいですが、お昼ごとに有楽町付近鹿児島県のアンテナショップの限界にある123鹿児島のバターを扱っているお店だと思います。皆さんはランチでなんかあの豚カツとかの赤のようなトマトマスクすごい人です。私たちはですね、ギリギリ取りました。8番目のお客グループが入りました。これからシャブシャブから来ます。みんなでシャブシャブを開けようと思っています。それでは